それで、あの僕の狙いとしてはこう中に入ってもらったら、はい、本当に屋台で飲んでる予感を味わってもらいたいんで、まあ、駅前で3、4軒やられてる餃子屋さんが、早口で5回言って成功したら100円になるっていう。100円。よーい、スタート。炙りカルビ。炙りカルビ。炙りカルビ。それで、あの僕の狙いとしてはもう今まであったような屋台村 の, あのお店がただ集合体で集まってるだけじゃなくて、実際にそのこう中に入ってもらうか、はい、こういう感じで、本当の屋台があります。本当に屋台に飲んでる予感を味わってもらいたいんで、そういう感じでやってますんで、あのどこに座ってもらってもいいので、これで、あのとりあえずここのカウンターはお酒を頼んで、どこでもいいので座ってもらったら、ここに座ってもらって、これが3店舗になります。ああ、なるほどなるほど。で、ここがこれ、レストランだから。で、これがファミリアタイム。ここです。あ、で、ここはいろんな山頂。あ、なるほど。こうこうこういうのになるので、で、とりあえず全体的にキャッシュオンです。あ、なるほど、キャッシュオンです。ほうほうほう、うん、それぞれなんかちょっと特徴を聞きたいんですけど、なんかあの写真が、はい、いっぱいなんかアイドルの写真があったりしてですけど、こちらは どういうか。ここはですね、中央町にプレイユニバースというあのお店が、別のお店がありまして、まあいわゆるそういう雰囲気を出しながらの屋台という。あ、じゃあひとまとめにコンパクトにしたような感じですね、はいはい、うん、はい、でこちらはで、こちらは、まあ、炙り屋台エイチャっていう、こういう名前がついてますけども、ここは、表町の、オランダ料理のみかん、はい、逆に言うとみかん、それから、西口のメランチ、はい、それから、駅前の商店街のお店のオーナーがやられてる。あー、なるほど、はい、ここは、岡山城が製作所、まあ、駅前で3、4軒やられてる餃子屋さんが、thank you。
きます。しっかりして美味しいです。わ、ハラミ。それからちょっとこれも。100円になるっていう。100円これ結構いいもん使ってるから、はいはい、結局500円なんですよ一貫、はいはいはい、一貫ですよ。あ、一貫か。一貫。それが100円になると。炙りカルビ。あ、ごめんなさい。炙りカルビ。土曜日やっている、屋台村のワイワイライブ。はいはい。で、これがステージ。おお。土曜日になったら、ちょっとお祭り的な感じでライブが、まあ、で岡山のアーティストが、まあ、これステアーティストなんですけど、まあ、もっともっと増えると思うんですけど、これがローテーションで乗ってやります。もう入場料とかなくて、もう投げ銭ってことですね。投げ銭です。もうこれが投げ銭です。お気持ちでみたいな感じです。ありがとうございます。毎週土曜日、毎週土曜日です。はい、はい、まあ、目的なおすすめもあるし、よく出るのは、ゆっくりさみゆっくり、はい、それが関係、はい、うん、
チケットで5000円で11枚つづりの500円分を送っているチケットです。なるほど、はい、もうあれですよね、いちいちお金出すのが面倒くさいからっていうことですよね。もう期限内に使ってもらえればって感じですね。で期限が15日なんで結構長めに使ってもらえると。なるほど、はい。でもこれはあれですか、もうウーロン、ソフトドリンクも1枚みたいな。ソフトドリンクでもお使いいただけるんですけど、差額がお返しできませんよっていうことなんですよ。そういうことですね。そうですはい、ありがとうございます。もうそれぞれの良さがやっぱりあるってわけですね、はい、その岡山のこのエリアで活躍する名店たる名店が集まって美味しい料理をここで。それは高いんで。ああ、なるほど。じゃあちょっとまた合わせて、はい、今日本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。